デート？私とですか？もしかして何か企んでます？冗談です。でも魔王ちゃんからそんなお誘いを受けるなんて驚きました。なるほど、デートがどんなものかを私に教えてほしいと。申し訳ありません、実は私もそういうのには疎くて。興味がないわけではないんですけど、勇者をしてるとなかなかデートしてる余裕もなくて。あ、なるほど、それでわしを頼ってきたわけじゃな。ええ、恥ずかしながら。それでそういう私たちでも楽しめるような場所ってあるものでしょうか？もちろんじゃ。よいか、大切なのは場所ではない、一緒に楽しみたいという気持ちこそが大事なのじゃ。そうじゃの、今回お主らには、ここが良さげじゃ。それでは行くがよい。今のは天意？すごい、あの同志様、ただものじゃないですね。そしてここは一体？魔王ちゃん、さっきから鉄球を何度も床に転がして何してるんですか？ボーリングって遊びらしいよ。ボーリング？知らない遊びですね。ふむふむ、鉄球を転がしてあの棒を全部倒すと。投げるのは2回でリセットして交互にプレイ。最終ラウンドまでの累計得点を競う。なるほど、だいたいわかりました。私もちょっとやってみますね。えい！これは単純に見えて奥が深そうですね。勢いや回転、一投ごとに戦略が必要になりそう。ねえねえ、早くやろうよ。はい、お願いします。いいですか、この板の上を転がらないと無効ですからね。すごい気迫、さすがは魔王ちゃん。速い！なんて速さなの？速いけどガーターですよ魔王ちゃん。よっ、頑張ってください。2投目で全部倒してしまえばそれで OK なんですから。これで決めます。てれー！あ、これはもしかして。やった！魔王ちゃんやりましたよ。ストライク初めて達成です。すねないでくださいよ。魔王ちゃんが投げるのも参考にして少しずつ工夫していった結果なんですから。いわばこれは二人の共同作業、勇者と魔王のコンビネーションの勝利です。とはいえ倒れなくっちゃつまらないですもんね。よし、ここはシャルムお姉ちゃんがコーチしてあげます。ストライク取りたいんでしょ？だったらちゃんとお姉ちゃんの言うことを聞く。いいですね。すごいですよ魔王ちゃん、3回連続ストライク。これってターキーってやつです。うさがられつつも手取り足取り教えた甲斐がありましたよ。先生の指導が良かったからね。すみません、ちょっと熱が入りすぎました。
だが、これからが本番よ。自身が育てた弟子によって敗北の味を知りなさい。いいでしょう、微笑みの勇者シャルム、その挑戦受けて立ちますとも。結局私が勝っちゃいました。もう一回。もう3回目ですよ。さすがに私もちょっと疲れましたから、今度にしましょうね。ボーリングでいっぱい体を動かしたからお腹が空いちゃいましたね。そうだ魔王ちゃん、今回の勝負では私が勝ったわけですし、あっちのスタンドで何かおごってください。これぞ勝者の特権ってやつですよ。ほらほら魔王ちゃん、一緒に何を食べるか決めましょう。あ、いいないいな、甘くて酸っぱい、キャッキャッ、うふふじゃ。さあこの二人は今後どんな風になるのか、今からとても楽しみじゃわい。めへへ。